さあ皆さんこんにちは、なみかずです。今日は以前にコラボをした宮永エイトくんとのコラボ動画パート2ということで、今回は100の質問コーナーやっていきましょう。レッツゴー。ということでね、今日はね100の質問早速やっていきたいと思います。 LINE の方で電話をしながら100の質問を投げかけてもらって、それに答えていくというコーナーになりますので、ぜひね、長い長い質問になりますが、お時間ある人は最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。もしもーし。よし、じゃあ田中さん、100の質問、はい、早速いきます。いきましょう。お願いします。はい、1問目がいきますよ。はい、はい、好きな色は？好きな色、青。青。好きな食べ物は？好きな食べ物は餃子。好きな匂いは？好きな匂い、森っぽい匂いです。好きなアイスの味は？バニラ。じゃあ好きな食べ物は？食べ物、あれ2回目。カレー。これなんで2個あったんですね。はい。嫌いな食べ物は？特にないですね。好きな動物は？動物、猫。猫。じゃあ8個目、苦手な動物は？苦手か。難しい。ゴキブリ？動物じゃない。好きなおにぎりの具は？は、むずいね、これ。好きな、これするともっとパンパン言わないで。鶏五目。具じゃねえし。はい、朝ごはんは米派、パン派？あ、パン派です。パン派。携帯何色？今、カーキにしました。カーキです。何にしたんすか？11 Pro Max のオリーブ。でもケースは黒、ケースは黒で。なるほど。はい、行きます。はい。これ超長いね。長い。ちょっと頑張りましょう。はい。好きな数字は？数字7。アプリは？アプリ、アプリか。ビデオリープ。めっちゃよく使うんで。YouTuber だ。あ、これ10位、あれ、これ。うん。アプリは、あー、違うんだね。じゃあよく使うアプリはビデオリープで、好きなアプリは、好きなアプリってでもないよね。なし。ピッコマ、ピッコマって漫画のアプリよ。はい、小さい頃の夢は？夢は、もの、なんか、ロボットを作りたかった。ガンダム作り。今の夢、なんか、なんでしょうね、枠にとらわれない働き方。17、恋愛ドラマ、コミカルのドラマ、どっちが好きですか？どっちも好きだけど、恋愛したいから恋愛ドラマ、最近よく見てます。18、友達多いですか？友達、そこまで多くないかな、こう、密に、少人数で。19、座右の銘は？座右の銘、座右の銘ってどんなんだったっけ？思い立ったらすぐ行動。なりたい顔の芸能人は？なりたい顔？久保塚洋介さん。はい。はい。21、彼氏または彼女にしたい芸能人は？吉高由里子さん。22、面食い。面食いだと思います。はい。23、何がし？足フェチ。足。いやらしいよ。苦手なスポーツは？苦手なスポーツ、野球。全然センスないっす。野球でした。お、マジで全然ダメなんですよ。得意なスポーツは？はバスケとサッカー。得意ってほどじゃない。26、はい、遊園地に行ったら一番最初に乗るもの、最後に乗るものは？
これめちゃ難しい。これ女の子とか答えやすいのかなこれね。プーさんのハニーハント乗って最後はホーンテッドマンション、違う場所だけど。はい、27、怖い映画、話とかは平気。怖い映画昔は苦手でした。最近は見れるようになってきましたね。ちょっと大人になったということで。チャームポイントは、チャームポイントはない、笑顔。29、コンプレックスは、コンプレックスはなんだろう、歯並びそんな良くないとこですかね。はい、30、寝る体勢は、仰向け。はい、31、彼女にする条件は、性格。32、人の告白は、公園で告白。はい、33、恋愛は奥手ですか。あ、全然攻め手です。性別は、性別恋愛対象、恋愛対象かな。じゃあ34、恋愛対象は、はい、女性です。女性、はい。はい、35、好きなキャラクターは、ハンマー裕次郎。ジョーちゃんじゃない。いやいや、バキキャラクターじゃない。朝弱いですか。朝は強いです。朝活してます。はい、37、目覚まし時計何個ですか。目覚まし時計1個です。はい、38、武勇伝ありますか。武勇伝武勇伝ってないかな。なんか喧嘩した。告白回数覚えてないな。でも10回ぐらい。おお、自分から告白された。はい、告白された回数は、された回数はゼロかな。自分から言ってます。かっこいい。はい、ファッションで一番どこに気合い入れてますか。ファッションは気合いか、サイジング。はい、はい、42、はじめに洗う体の部位は。手の腕から洗います。あ、へえ。はい、カラオケのお箱は、3月9日レミオロメン。ベタとこ。44、オタクですか。オタクです。45、何のオタクですか。漫画、アニメ、映画、いろいろっす。46、好きな男性アイドルは。男性か、松田龍平さんとか。アイドルしかね。男性アイドルか。アイドルはね、わかんないな。アイドルは特にいないです。女性アイドルも全然もうおじさんすぎて、もう、AKB から止まってます。はい、48、何歳で結婚したいですか。もう近々したいなと募集中です。49、理想のノンハグは。わー、2人ぐらい。それは男の子ですか、女の子ですか。あー、どっちでも。どちらも。はい、51、生まれ変わったら男、女どっちになりたいですか。難しい。男のままがいいかな。はい、52、苦手な音は。苦手な音、黒板の音、キーって。誰でも苦手か。誰でも苦手。サプライズとか好きですか。サプライズはするのが、あ、でも好きですね、されるのも。自分はしますか。自分は、はい、たまにします。やっと54。55、なっげ。55、黒歴史ありますか。黒歴史、そうっすね、昔ギャル男でした。え、マジっすか。ギャル男までいかないぐらい、なんかヒサロ言ってました。ヒサロ。じゃあその時のお顔を載せといてください。あるかな。ない、なかったらすいません。
はい、56、捨てられないものは。捨てないもの、雑誌捨てらんないっすね、漫画とか。あー、分かる。ね、残しちゃう。はい、57、漫画好き。漫画、めっちゃ好きです。58、何の？ジョジョ。59、アニメ好き？アニメも好き、めっちゃ好きです。60、何の？ジョジョ。同じかよ。はい、61、好きな音楽は？好きな音楽は、ちょっとまったりリラックス系の音楽が R&B とか。おー。はい、62、足のサイズは？足29です。めっちゃでかい。63、アクセサリーとかつけますか？は、結構決まったやつをよくつけてます。64、もらって嬉しいものは？もらって嬉しいもの、植物。おー。65、部活何やってました？部活はバスケ部でした。はい。66、好きなスタイリング剤は？アリミの綿のフリーズキープグリースか、ローランドのシャビーマット。なるほど。くしゃみ可愛いですか、それとも不細工ですか？シャミは可愛いです。可愛いです。ちょっとやってみてください。ヘッピシ。はい。はい、やめられない癖は？やめられない癖か、首鳴らしちゃうことですね。あー、よくないそれ。はい、69、これがないと寝れないとかありますか？特にないかな。なんかない、ないです。あ、ないです。ないね。70、朝の準備時間何分ですか？あー、15分ぐらい。15分ぐらい。はい。はい、好きな男性、男性の好きな髪型は？男性はセンターパート。好きってでも難しい。なんかセンターパートがいい感じです。自分やん。女性の好きな髪型は？女性はボブとかショートが好きです。はい、73、何をよく買いますか？何を、服？服最近買えてない。好きな YouTuber いますか？好きな YouTuber 最近今さらブライアン。めちゃくちゃ面白い。ラップめっちゃうまいっすね。いや、めっちゃうまい。もうすごい。参考。好きなブランドは何ですか？好きなブランドは最近コモリ。はい。76、今までで一番高いファッションアイテムなんですか？は時計ですかね。つけてるカルティエのタンクソロが30万ぐらいです。でもそんなに高いのは持ってないです。77、派手な髪色とかやってましたか？やってました。なんか金髪で短くしてたり。いつぐらいですか？でも美容師2年目ぐらいかな。じゃあその時の写真を載せてください。OK です。エイト君もやってたよね。78、はい。よく行くショップはどこですか？中目黒のルーツ2ブランチーズ。知らない。いい感じですか？でもコモリとかオーラリーとかいろいろおしゃれなショップです。おしゃれ系ですね。はい。79、携帯命ですか？携帯結構命です。常に触ってます。80、早口言葉得意ですか？東京特許特許局。81、あなたは可愛い、かっこいい。可愛いかな、わかんない。82、彼氏彼女にするなら可愛い、かっこいい、特に気にしない。あー、可愛い、かっこいい人が好きです。どっちやねん。83、好きな芸能人は？芸人さんは？好きな芸人、最近今更霜降り明星。霜降りチューブ。はい。霜降りチューブ。はい。コラボしましょう。ね、したいね。はい。84、最近笑った出来事は？笑った、ブライアンの YouTube 見て、なんか家にいながら笑ってます。はい、最近起こった出来事は？起こった、
怒ってないかな、もう怒んないです。はい、86、最近泣いた出来事は。泣いた、泣いてないけど、なんか泣いたかな。泣いてないです。はい、はい、87、最近驚いた出来事は。最近驚いた、まあ、この今の ご時世のコロナショックですかね。88、最近嬉しかった出来事は。嬉しかったのはなんだろうね、嬉しかった、あんまり、やばいやばいね、嬉しかったことない。なんか、YouTube のコメントがたくさん来るようになったことです。はい、はい、89、夜真っ暗寝れないですか。あ、真っ暗の方が寝れます。あ、90、お化け信じますか。お化けは見たことないから信じてないんですけど、見たら信じます。91、サンタは信じますか。サンタはなんかいるよね、北欧の方にね。まあ、くめっちゃリアル。やばい、これダメかな、子供見たらなんかね。大丈夫、旦那さんの子供見てないか。はい、92、漫画小説どっちが好きですか。小説も好きだったんですけど、最近は漫画です。93、今どんなカバン使ってますか。こちらです、トーガとアウトドアのコラボのトートバッグ、よく使ってます。はい、いいね。はい、94、めっちゃ直毛です。95、初恋は。中2ぐらい、中2かな。96、ストレス発散方法は。お風呂に入ること。はい、97、彼女何人できたことありますか。彼女はね、7人ぐらいかな。はい、はい、98、サッカー野球どっち派ですか。サッカーです。はい、99、好きな言葉は。全力投球。100、最後に一言お願いします。おお、これ、これ一番難しいな。最後、これからも皆さんのためになるような楽しい動画作っていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで皆様お疲れ様でございました。いや、100の質問めちゃくちゃ長かったですね。途中も20問目ぐらいで、この先80問もあんのかいっていうね感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。皆さんのね、自宅待機時間楽しんでもらえれば幸いでございます。それではまた次の動画でもお会いしましょう。それではアリー。